さあ、ひよさんツイートの旅20日目なんですけれども、今日はひよさんのリクエストで飛騨の東照宮に来ております。あれ、私さ、ひよさんどうした？今会社が辛くて逃げ出してきちゃったようなものなの。どういうことだ、これは。逃げ出してきちゃったようなものなの。これ間違い何かあるんですけれども、その前に1枚ちょっと取っておきます。あ、ちょっと取れない、取れない、 R1 が機能しない。マジか、これ目に焼き付けるしかないのか。まさかの来たな、これ、東照宮。記憶よりも記録を残せっていう、長期休暇中って言ってなかったっけ？確かにそうだ。それは本当に。20日間も岐阜にいるぞ、この子。でも休みを申請したのは、会社に行くのが辛かったからなの。あれ、これ、ひよさんの闇来たか、これ。父が亡くなる半年くらい前に、ダークゾーン、ダークサイド。部署外になってね。部署外になった。そこから、何かが狂っていった感じ。歯車が噛み合わないっていうか。まあ、愚痴をちょっと聞いてあげよう。ひよさんの愚痴をちょっと真面目に聞きます。出世したいなら他の部署も経験した方がいいよって話になって、それで今の部署に配属外になったの。まあ、ちょっと私、あの、社会のはみ出し者なので、ここら辺のことあんまり存じ上げないんですけども、その方が出世早いんですか？でも初めてやる仕事だから、いろいろ勝手が分からなくて。あ、シンプルに仕事がうまくいってないということなのか。苦手な内容が多いから仕事を覚えるのも遅いし、ちょっとジロジロ体を舐め回しながらお話聞こうと思います。少し長めに休みが取れたんだけど、次に出社したら家内の様子がおかしいの。どういうこと、これ。みんな妙によそよそしくなってて。何これ、気使われてるってこと。後から分かったんだけど、私が休んでいる間、仕事の進み具合がそれなりに改善して、なるほど、長く休んだことで原因が可視化されちゃった。これ重症ですね。医者の勧めもあったから、さあ、この話をどうやって落ち着ける。長期休暇願いを出したんだけど、どうやってフォローする彼女。有給がかなり溜まってますねって。そっか、やっぱ有給なのか。じゃ、予想的には当たってるな。これが私の本当の姿。何もできなくて、いろんなことから逃げて、そんな人間なの。まあ、ここ腕の見せ所だよね。男気だよ。男の見せ所。どうする、タモさん。80年近く生きてんでしょ、多分。80、80歳も行ってないか。さすがにちょっと歳をちょっと盛りすぎたな。60、70ぐらいか。いや、全然わかんない。タモさん、タモさんって年齢何歳なんだろう。タモリさん、年齢、何歳なんですか？幻滅したでしょ。ごめんね。今までいろいろ振り回しちゃって。君、優しいからさ、つい甘えちゃった。もうこっちがあれね、話す間も与えてくれないね。ずっと偶然見て。まあ、でもこういう時は黙って聞いてた方がいいのか。本当は途中から君が立ち寄りそうなところを中心に回ってたの。なーに今のちょっとこれ聞き捨てならないぞ、これは。それは俺を頼ってくれたってこと？俺は、さあ、ここ。なんか何言うんだ？ここ期待。ここ期待しますね。俺は君に幻滅したりしないよ。それよりも嬉しいんだ、ひよさんが自分のことぶちまけてくれて。何をそれ？だってそれは俺のこと信用してくれてるからだろう。話はぐらかしてきたな。今のところこれポイント低いですよ。芸術点としては、まあ、100点満点中今6点ですね。正直最初の頃は俺の都合なんて考えてないみたいに思ってたし、声はでかいしガサツだし。本当のこととはいえ耳に痛いわね。これはちょっとマイナスじゃないか。ガサツ、むしろ主人公の方がガサツなんじゃない。人のバイクめちゃくちゃ至近距離でジロジロ見てたしね。あと荷物もね、人の荷物ジロジロ見てたもんな。でもさ、ひよさんと取材するの楽しいなっていつの間にか思うようになってて、取材先で FZR 内科見たり、エンジン音聞こえた気がして一瞬耳を澄ますことがあった。俺、ひよさんと会うの期待してたんだと思う。来た。それに野麦峠も古川もヒントから探し出すの嫌だなんて思わなかった。これ逆にさ、いきなりこんなこと言うとさ、逆になんか嫌だったっていう風にこれ思われないかな。突然言い始めるから、嫌だなんて思わなかったよって
ヒヨさんからその話してきたんだらわかるけどさ、突然これ言うから。宝探しをしてみるみたいで、またこれ5時来たか。ヒヨさんを励ますポイントでしょ、5時が。噛んでしまったのかな、多分。タモさん噛んだんだわ、真剣にフォローしようとして。宝探しをしてみるみたいでワクワクしてた。だからヒヨさん、自分のことをそんなに悪く言わないでほしい。ヒゲすることはないのよ。会社でのことは本当に大変だったろうと思う。思うだけでヒヨさんが受けた本当の辛さは多分俺には分からないだろうけど、一番辛い時に親父さんが亡くなって誰も頼れなくて、それでも休もうって決断ができたヒヨさんはすごいと思います。タモリ、ありがとう。これでヒヨさんとの距離まだ縮まったのか。多分私、誰かにそう言ってほしかった。お、期待通りの言葉あげられたのか、タモさん。これよかった、株上げたね。自分で自分を褒められなくなってるから、誰かに。有森ですね、自分で自分を褒めて、うん、I was gay、 君に。 I was gay。木々の間から漏れる光が止めどなく涙のこぼれ落ちるヒヨさんにかかって銀ギラ銀に輝いていた。綺麗だ。にゃに、何これ、どういうことこれ、うっそー、何この、どういう状況これ。本当に谷間見せつけてきちゃってるじゃないの。びっくりしてるね、この顔。どういうことだこれ。手がカメラへ伸びよう。またこじってるな。心の中でも噛んでんじゃん、タモさん。手がカメラへ伸びようする衝動を抑え込み、そっと彼女を抱き寄せた。かすかに息を呑む。あ、抱き寄せたのか。ヒヨ。胸に少しだけ力を込める。それに反応するかのように、彼女の体がほんの少し硬くなり、震える。今までよく頑張った。もう抱きしめたくてしょうがなかったんだろうね。もうここだっていう。ここぞとばかりに。あ、タモリって呼んでくれない。ねえか。俺はそれ以上かける言葉を見つけきれなかったよ。でも君が倒れそうな時には支えることはできるよ。もうこれ二人付き合っちゃえよ。胸の中から感情を抑える。ヒヨのうめきが聞こえる。抱いた方の手で安心させるようにもみもみと優しく揉んであげる。我慢しなくていいんだよ、ヒヨ。ごめんね、今日キャンプ場に戻ってきた。取材台無しにしちゃったんじゃない。何もしなかったわ、取材。この野郎。いやでももう取材とかどうでもいいんだわ、本当正直。俺何のために岐阜に来てんだろうって今思ってるからね、本当に。ヒヨさんに会うために来たのかな、なんかそういう風に思ってますね。取材はすでに終わっていたし、何よりヒヨを落ち着かせたかったのだ。さすがね。あ、それ全部、それ今説明したのこれ全部。とにかくヒヨさんを沈めたかったんだよって、なんかそれちょっと逆効果な気がするけど。わかってる。ヒゲするな、でしょ。さあ、ということで今日からヒヨさんとの旅が始まるわけなんですけれども、なんかナビで決まってるくさいね、行き先っていうのが。ちょっと待って、確認したい。ここか。なんていうのこれ、石鉄泊っていうのかな、難しいな。石鉄泊、なんかバキに出てきそうだ。うん、白山国立公園、糸城大杉。あ、この、これか、これのことか。真ん中のこれかな、多分。いや、全部のこと言ってるのかな、これ。また読めねえよ、これ。なんだこれ、タイスミ商人が白山を改ざんした際に使っていた杖が、この大杉に変化したという、またそういう嘘話ね、ほら吹き話ね。1800年前といえば3世紀、日本では卑弥呼がいたとされる時代である。そんな昔から、この杉の木はあったっていうことなんだ。そういうのって誰がさ、わかるんだろうね。そういうのってさ、どういう風に調べてるんだろうね。これ、1800年前の木なんですよ、とかって。科学的なのかな、科学的根拠はあるのかしら。残念なことに杉の足元には近づけない。なるほどね。国でもうこれ指定されてるんでしょう、多分おそらく。ダメだよっていうのが。ヒヨさん来た。
やっと来た。ちょっと今あえだね。言葉が出ない。やっぱ宇野瀬さんといいさ、ひよさんといい、女性はやっぱ大きなもの見るとうっとりするんだね。すごいものを見ると語彙力がなくなる。すごいでかいみたいな、でかくて太くてすごい硬いみたいな、そういう感じのことを思っちゃうのかな。今ここで無理に言葉にする必要はないのかもしれない。俺はふとそう思った。次の瞬間、自分の中にあるものは感動であり、敬意であり、脅威である。さまざまな思いが確かに胸に去来する。もうこれ以上何を言ってもそれはただの言葉遊びに過ぎない。この気持ちに整理がつくまではこうしてただ杉を見上げて湧き上がる思いを胸に刻み込むしかないんだ。ああもう終わっちゃう。残り6日なんだ。コンペのこと何にも考えてなかった。気にしなかったな。大きな杉の木の下で、これか。最初にお知らせです。最近記事によく登場していた何度か会い親しくなったライダーの女性、いろいろとあり彼女と一緒に行動、まあずっとだけどね、以前からずっとですけれども、人数が増えると視点も増えます。気づいたこと、感じたこと、今後もどんどん記事にしていきたいと思います。まあでも2人がかりであの大杉に出会ったけど言葉が出なかったっていう結論に、共通した結論に至ってしまったので、なんか2人で別に人数増えたところで視点はそんな増えてないっていうところはあの野暮なんで、そういうことはもう言いません。杉についてのヒヨの反応が、もう主人公ヒヨだね。こうなってくるともうそっちでいっか。もうおのろけ話だよね。こんなの誰が読みてんだ本当に。2人でその場所から受け取った感動に語彙力をなくし立てて、あ、正直に書くんだね。そんな経験なかなかできません。2人は1人1つですみたいな感じのことを言ってるね。